排水溝で音がしたぜとガードマングループの、トグサが排水溝でガーンと出口にぶつかった音を聞いて、フチコマというロボットが足の先で枝に捕まって、まあ猿みたいに登って銃を構えてます。ドカドカドカッと音がして、一人は逃げると。もう一人はここに突っ立ってます。で、バカ何立ってる？この二人の反応ですね。一人目の坊主頭は、思わず突っ立ってしまう。こいつのヒゲの方がちょっと戦争に慣れてる。素早く逃げて、バカ何を突っ立ってると、俺はいけねえ、あとは頼む、何寝ぼけてやがるというふうに。これは4発撃ってお前をいつでも殺せるけども、あえて外したというデモンストレーションに見せられたので、この人はビビったというよりはプロとしての判断、これ全員プロなんですよ。でこっから先行ってもプロとしては仕事さやるべきではなくて、もう仕事の範囲外というのが分かってしまう。素早く逃げるだけ軍人としての能力がこの人より高いんですね。なので何やぼけてやがるとついてしまう。でもこの人は軍人としてのスキルは低いんですよ。突っ立っちゃったから。その代わり判断力はこの人よりは高いんです。それが分かるのが次のページです。これは命を粗末するなってメッセージだ。体制はもう終わったんだ。これ以上殺すのは嫌だ。戦争ボケかよ。俺はそんな間抜けじゃないぜということで、じゃあ死んだということで、こいつが次の瞬間殺される。坊主頭の方がさっき言った警告で、もうこれ以上前進したら殺し合いになる。俺ガードマンとして雇われたんであって、最悪殺しがあるかもわかんないけど、お互いの命の取り合いなんかしてもしょうがねえじゃないか。お互いに戦争で生き残ったプロの傭兵同士が戦っても意味がないということで、さっさと撤退と。で、この人はこの人で、生地避けるスキルがあるばかりに、判断間違えちゃうんです。俺はそんな、腰抜けじゃねえぜ、というふうなことで、まだやめなことをし、言った瞬間に、石川の淵駒が狙いをつけていて、絶対に死ぬような殺し方ですね。頭狙って、胸狙って、腰狙う。腰は人間の体で一番動きにくいところですから、まず狙うですね。で、次に心臓を止めて、命を絶って、脳を絶、殺して、情報性を動かそうとするのを止めてるわけですね。プロとしての、軽蔑でしょうかをしてるところに、こいつが真後ろに来て、この腕の部分だけが先に来てる。多分この左腕がワイヤーのように伸びるんでしょう。それが引っかかった跡があって、次のページ。調査トグサの野郎伸びてますぜ、という、トグサの野郎という言い方ですね。ドジ踏んで、みんなをピンチに落ち込んだ後に、排水溝の出口でやられちゃって、気絶してますぜっていうような報告があって、叩き起こしてそこから離れ、外へバカ侵入するのに決まってるだろうと。元子はここから先侵入することしか考えてないので、トグサですよ。この場から逃がして自分たちは突入します。おい、ワイヤーかけて引きずり下ろそうぜ、その方が早い、たく人使い荒いでうちの姫様はよ、ところにいきなり何かが撃たれます。あるいは石川の淵駒じゃないか、どうなってんだ。石川っていうのはさっき狙撃してたやつ、横にガードマンがついて、今こいつに操られてるのが分かる。操られて仲間を撃ってるわけ。で、どうなってんの？石川の淵駒を操りながら、例のやり手のガードマンは、なんて曖昧な照準装置を使ってやがんだ、というふうに怒ってます。こいつがコントロールして淵駒で撃ってるんですけど、なかなか当たらないので、照準が甘いなと怒ってる。で、今逃げたやつは石川、何で向けてやがるということで、はい、この辺が、広角機動隊がハッキングしてる場面をですね、絵で分かりやすくした、多分、世界最初のシーンだと思うんですけれども、こいつが石川の脳に入って通信してるのをこいつが見てると。で、このフラッシュみたいなものがここにこういう流れになってるんです。日本漫画っていうのは基本的に右から左に読むんです。なので主に右に原因があって左に結果がある、上に原因があって下に結果があるという流れに大体なります。次のシーンでも、このシーンでも上に原因があってこの左下に結果があるというふうな流れになる。大体この主人公がこちら側を向いてるときは何かを前進させる、進めるときであって、反対に登場人物がこちら側を向いてるときは何かの力を止めようとしてる時だっていうふうに覚えておいてくれれば、歌舞伎の上手下手みたいにお話が受け取りやすくなると。こいつがこの片目猿の頭の中に侵入しようとしてるし、このバーコードみたいなものだけを書いてるところが、デジタル通信だということを表現しようということで、もうすでに脳にが操作されている石川を通り過ぎて猿を操作して、調査警備員が洗脳装置をっていう風に言おうとしてるんだけど、もうその彼の脳の中にこいつが入っているんですね。で、これを操作して草薙元子の脳の中に入ろうとしてる。で、藤駒回線を切れ閉鎖モードにというふうなことで回線を切ろうとしてるんだけど、すでに元子の中にもこのガードマンが入ってきてる。これがその
攻勢防壁なんですね。攻撃性、いわゆる自分の中に入らないために防壁、壁を築いているはずが、それがですね、相手が入ってくるための、まあ、鍵にもなってしまうという仕掛けです。で、この左手のスイッチを一生懸命入れようとしてて、なかなか押せない。もうすでに操作されてるからですね。